お部屋をチェック。今から私のお家を、紹介します。実はここが玄関です。その靴箱をチェックラッチョしたいと思います。これはね、お気に入りの靴なんですよ。何気に中がヒョウ柄なんですけど、かわいいんです。インディアンみたいな。ヒョウ柄がインディアンってどういうこと？向こうからのなんか輸入品、なんだ、インポート、インポート、インポートをインディアンと間違え、自宅でもおバカ全開。お部屋の中は全てピンクで統一。さらに怪しい物体が。これ願いが叶うランプ、幸せになるランプで、磨けば磨くだけ幸せが入ってくる。信じきってます。続いてもイケメンのお宅、一体誰の家なのか。あ、どうもよろしくお願いします。杉浦太陽くん、去年6月、元モーニング娘。の辻のぞみさんと結婚。11月には長女のあちゃんが生まれたばかりの新米パパ。一体どんな家なのか。ここは玄関なんですけども、まずこちら、まあ、僕太陽なんで太陽のオブジェがありつつ、ひまわりも太陽のイメージでこんな感じになっております。タバコなんですけども、この上のエリアが僕のエリアで、ちょうどこっから下がうちの奥さんのエリアです。めっちゃ靴持ってますからね。下を見てもらうとですね、こうちっちゃい靴、これうちのノアちゃんの靴です。夏からありました。一応ね、男女どっちでもいいように白を買って、半年間ずっと玄関に並んでます。出かけられるとき奥さん見送られたりするんですか？そうですね、毎日見送ってくれますよ。なんかお出かけのチューみたいなのもあるんですか？まあそれはもうね、あの恒例の儀式としては。続いてはリビング。ここは奥さんの趣味でコーディネートされています。これは一応記者会見の時の写真を飾ってて、これは今までツーショットで出たことがなかったんで、でもね、いきなり謝り会見やったんで、まあその時の気持ちを忘れずと、初心を忘れるべからずみたいな。これは僕のエリアなんですよね。水槽にはなんか変なハゼっぽいのと、エビ、こうやって生態を見るのが結構楽しいんですよ。このエビがね、結構可愛いんですよ。脱皮するんですよ、めっちゃ。かなりエビ好きなようです。変わってはで、こっちがですね、洗面所とお風呂になります。お風呂というとどうしても聞きたいのが、ちなみに奥さんと誰で入られたりしますか？そうですね、初めの頃は入ってましたけど、やっぱ娘が生まれるとやっぱ一緒に俺がこうやって入る。そしてトイレの中は、これね、朝起きたらこういう風に完璧なキティちゃん仕様。しかもちょっとこれトイレ行く時落ち着かないんです。なぜ光るかはわからないそうです。そしてこちらが寝室でございます。どこのメルヘンやねん。ねえ、もうカーテンもピンク、ベッドもブルーとピンク。これもやっぱ全部奥さんの。僕は選んだものは一切ございません。こちらがベビーベッドですけども、このベッドはスピードワゴンの井戸田さんがくれたんですよ。で、うちまで持ってきてくれて、一緒に作ってくれた。足立ゆみちゃんはこれを使ってた。さらにベッド下には、あ、搾乳機だ、母乳を絞るやつですね。あの赤ちゃんは母乳で育てられてるんですか？そうですね、かなり痛いらしいですよ。一応こちらがキッチンですけども、太陽さんのお得意な料理ってあるんですか？得意なのはだし巻き卵ですね。ということでだし巻き卵を作ってもらうことに。すると冷蔵庫にはいつでもあげれるように。美味しいですか？あー、うまいですね。食べたから一番美味しかった。美味しかったのは筑前煮ですか？なんか即席カレーとかも美味しかったですね。とだし巻き卵の方は、あれ大丈夫ですか？なんとか持ち直したようです。ほ、まあなんとかギリでしょう。セーフじゃないですか。だし巻き卵が完成したその時。